はい、インディーズバンドロムさんのリーダーコートボーカルのランです。ルーメイトの皆様こんにちは、こんばんは、おはようございま す。ということで今回なんですけども、はい、なんと長渕剛さん第2弾ということで、はい、ちょっと、はい、あのランさんが先日言ってた曲を今日聴こうと思ったんですけども、はい、ルーザーですか。ルーザーです。やった、はい、やったこれランさんがすごく非常に気に入っているのは、なんかエピソードあるんかなと思って、どこで聞いたとか。これ NHK の音楽番組で聞いたんですよ、フルで。なんせ私歌詞が、はあ、本当に心打ったというか、はい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 、なんか結構、まあ、ルーザーってこの曲名の通り、負けたものっていう意味なんです、はい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 、ただ負けたものにも美学があって美しいんだぜっていうような。なるほど、ランさんに合いそうやな。そう、内容なんですよね。はい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 、はい、なんか勝つことだけが人生じゃねえんだよっていう、この内容が、あ、すごい勇気もらえる歌だなと思って。私めったにないですけど、もう歌唱を聴いてもう泣いてしまったんですよ。感動して、すげえいいこと言ってはると思って、はいはいはい、なんで覚えてるんですよ、はいはいはい、この長渕剛さんのルーザーっていう曲。俺この曲知ってるかな、聴いたら知ってるかもしれんけどな、うん、いやでも本当にね、このワードチョイスもこう長渕さんのなんかこう節回しと言いますか、なんかその独特のこのワードチョイスじゃないですか。普通の言葉と言わずにちょっと変えるでしょう、はいはい、そうですそうです。長渕語録というか、うん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 、なんかそういう風に独特の確かに言い方をするなんですけど、私はこの曲はなんかこう なんだろう、頑張ってる人全員に響くだろうなと思ったんですよね。なんか長渕剛さんってすごいこう男臭いって感じのイメージだったんですよ、私はこの曲聴くまでは。なんですけど、こんな感じの歌も歌われるんや、へーって思って。でもね、これね、長渕剛さん本人が言っておられた動画をどっかで見たんですけども、はいはい、ご本人もその買ってきた人生じゃないから負けの続く人生やったっていうのがあって、はい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 、やっぱりそういうところが強そうなんでに見えますけども、うん、実はそういうところが多いのは、男なんて弱いもんだよっていうところを歌やったら表現できるでしょっていう、うんうんうん、そういうのをご本人が非常に言われてたんで、あ、なるほどなと思いながら、なんかね、うん、泥臭いこのそういう感じの歌ってやっぱり長渕さんのいいところやなと思うんですけどもね、人間ってそういうもんだよって、本質、人間の本質ってそんな綺麗なもんじゃないと、うん、そうですよね、そんなドラマのように綺麗にはいかんし、うまいこといかんし、どっちかって言って泥臭いことの方が人生に多いんだぜっていう、まあそういうところを長渕剛さんって体現してきたから、そうなんです、ね、そもそもそのデビューするまでもすごい悔しい思いばっかりしてるし、でそういうところをこう上がってきた人やからっていうのがあるんかな。ちょっと僕はこの曲ルーザーっていうのはね、この題名とバッと今一致しないんで、ちょっと聞いてみましょうかね。あ、でも2017年やって、ひょっとしたら僕聞いてないかもしれない。あ、でもなんか私が聞いた時はなんかまあ、最近の方の歌ですみたいな感じの紹介だったんで、はい、じゃあちょっと行ってみましょうか、ルーザー、はい、はい、行きましょう。そう、この疾走感ある感じも好きなんですよね。あ、こんな疾走感ね。静かレコードカンパニー、あなたの街にぶったおね、俺たち仲間は四方八方引き裂かれた、うん、星も月もない暗いの路地に人が光った。早口やな。一流だが I'm a loser 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 あー、なるほどな、こういうところの表現。僕のメロディー、かっこええな。もうここのなんかこう繰り返しがすごい、なんかどん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 迫ってくる感じ。ルーザーやけど、こう歌い口調がすげえ強いね。こういう感じですよ。あ、家がもうないね、うん、お、これどういう意味なんやろな。
いやー結構これ自分の人生グワーってここにぶつけてる感じがするよね。お結構強いな。こういう感じの英語をガーって多用するのは珍しいかな、長渕さんにしては。私なんかおこういう歌を歌われるんだと思って、うん、いやでも、うん、内容はらしい内容やなっていう、なんか負けたけど負けてたまるもんかがすごいんですよね、うん。はい、ということでルーザー聞いてみました。なるほど、これは俺知らなかったわ、ルーザーという曲は。いや私もその NHK で見るまでも全く知らなかったんで、はい、なんすけどあの CD で聞くよりもあの、まあ、実際その歌唱されてるライブのを見たんですけど、うんうんうん、もうなんかその時の長渕剛さんの気迫というか、でも言葉の力がすごすぎて泣いてしもた。これ泣くような曲調じゃない、泣いてしもたんですよ私これ聞いて。すげえなーとか思って。そうなんですよね、ここまで誇り高くルーザーっていうなんかいうワードをね強く言えるのって。俺は負けたみたいな。そうなんすけど、ここのなんかあの「Don't wanna be a loser」って出るんですよ途中で、うんうんうん、でも、敗者にはなりたくないっていうふうに言ってるんで、いやなんかうわなんか自分の人生重ねちゃって、私もあ敗者にはなりたくないランさんも負け戦多かったからね。いや基本負けっぱなしが多かったんで、うん、でもなんかまあ、負けることが全てにおけるその糧になるんだっていう感じのこの曲がなんせ私は感動して、あこういう考え方もあるよねっていう、俺たち仲間は四方八方引き裂かれたって。そうなんですよ、いいね。星も月もない暗がりの路地に嘘が光った。一流大学出身の俺の兄貴は外資の会社で首を切られたと。今後結構現実的なことを書かれてる。そうなんですよね。なんかこういう なんだろう感じの歌を歌えるのってやっぱり長渕剛さんならではだなと思って。ここの辺な、片っ端から食い散らかしたネズミの足跡さ、どこからともなくチューチュー聞こえてくる。音楽労働者は腐った鉄格子にぶち込まれ、壊れたスタジオの長い廊下の片隅で死んだ歌たちがほら漂っている。腐った鉄格子にぶち込まれなんかあのいろいろな思いが音に入っとるなみたいなムカついてるやつやる。いやでもそういう人生を送ってこられたからね、長渕さんもやっぱり、まあ、でも今でこそやけど、でもなんかこのなんていうんですかね、世代聴いてる世代ではないじゃないですか、どっちかというと私たちの世代って、うんうんうん、にも響く内容っていうのがなんかわすごいなと思って、うん、だから本当この曲はすごいインパクトっていうか印象が強くて、うんまあ、ちょうど私が仕事で悩んでる時かなんかだったと思うんですよ、この曲聴いたのが。ハマったやですね。負けを見つめたあの日の空に太陽が昇ると、うんそう俺たち仲間は敗北の大地を抱きしめた、死にゆく風に吹かれながらそれでも生きてきた、たった一つの魂踏みつけられてもそれでも明日を諦めなかった。そう2番のところでね、あの、うん、負けても頑張ろうぜっていう感じがね、うん確かに確かに。そうだって負けを見つめたあの日の空に太陽が昇る、これはもう多分ここのワード聞いた時泣いたんですよ私これね。でも人生哲学よな、その負けを認めないと次に行けないんですよ。これだから負けることは悪いことじゃねえぜっていうことをなんか言ってくれてるんで、うん、なんか本当にその時うわーってなんかもう感情が爆発しちゃった私の、負けた時に負けを認めないのが一番そう大変になっちゃうんで、まず負けたっていうのをまず自分できっちり認めることで受け止めることっていうの、これ格闘家とかでもようあるけどね、
認めないより認めた人の方が成長はできるよっていう、強くなれるっていうことですね、うん、そう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 、これってその経験をしてきたからこそこのワードがすごい刺さるんですよね、うん、そう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 、いや俺できてないやんっていうの、うん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 、久しぶりに故郷へ帰った、育った家があるわけじゃないけど空と海と月と星がある、この前突っ立ったスカイツリーのてっぺんに登っても、国境は見えねえと、うん、これはどういう意味やろな、突っ立ったスカイツリーのてっぺんに登っても国境は見えねえ、まあ、どうなんでしょうね、その国境っていうのが何だろう、自分の帰るべき場所っていうことなんですかね、かな、だからこうね、あの一応スカイツリーってこの時って世界一の電波塔って言われたじゃないですか、どんだけ高いとこ行っても故郷で見る空とはまだちゃうんやいう話なのかもしれないですね、うん、これはでも原点に戻るというか、どんだけ東京で成功してどんだけ偉くなったとしても、ね、やっぱり見るべきところは故郷だったりとか、うんうん、原点に帰れるのは故郷だったりするよねって、うん、どんだけ高いところに登ってもその景色はいくら見ようとしても見れないよねっていうところをこれで表現してるのかな、そう、へえ、ほんとなんかもう結構短い曲やしな、ほんでこれめっちゃ短い、もう終わったって感じだったんですけどなんかその短い間になんかこの込められてる熱量がすごすぎて、うん、めちゃ汗だくやったんですよ、この歌ってる時は。こんな短い曲でこんなにも汗かくみたいな。うまいな、それこんな短い曲でな。そうなんですよ。でも全力で言ってんだよな。で、いや本当衣装もなんか白っぽい衣装着てて、なんかもう無機質なセットの中でなんかこう鉄格子みたいなのがいっぱいあったんですよね。でその中でも長渕さんがこんなにして歌ってるみたいな感じでやってたんで、もう気迫すげえなとか思いながら、気迫で言ってる世界になるんですね。いやもうほんとすごい、なんか歌の次元ではないよねこの曲ってみたいな。長渕剛さんってすごいやん、あのこの方のすごいところはギター一本で全部できるんだよ。そうなんすよね、迫力すごないですな、そう、何の表、どんな表現でもギター一本でしちゃうのよ、あの方。そう、なんかあのあれね、できそうでできんよ。いや弾き語りってやっぱあの、まあ、言ったらこじんまりとしてるわけじゃないですか。そうチープに聞こえちゃうんですけど、長渕さんの弾き語りチープに聞こえないんですよ。いやスケールでかいですよ、うん、なんだったら5人分ぐらいの迫力が出るんですよね、うん、1人で。そうでもなんか私はすっごい、だから長渕剛さんってこんなにも熱狂的なファンが多いんだなと思った瞬間でもあったし、うん、でこれなんやろ、一人の達人と思う。そうすごく一人で全てやっちゃう人だから、一人で全部できんねん、ね、一人の達人だから、まあ、バンドでもちろんライブでバンドでやられるでしょうけど、はい、その一人になった時の長渕さんの気迫の方が実はすごかったりするんだよな。あのギター一本でさ、ジャカジャカやってる、うん、そのテクニック的な弾き方ってあんまりしないんですよ、逆に。あ、そうなん。ギターの弾き方も泥臭いね、長渕さんって。泥臭いギターの弾き方する。あ、そうなん、ね、うん、人間臭いやり方する。小難しいテクニックとか入れないもん。あ、でもそれを入れちゃうと長渕さんではないなって感じしますよね。あのなんかこう気迫のあるギターっていうか、ギターをね、その弦楽器じゃなくてなんかどっちかと打楽器のように扱う方なんですよ。うんうんうん、ストロークとかすごいからね。いやでもなんだ、今はね弦の端っこ切ってることが多いと思うんですけど、昔あの弦を端っこ切らんとビヨヨンって言った、あれ結構長渕さんのトレードマークというか、真似してる人いっぱいいたしね、カバーしてる方でね。うん、でもこの方もジャンル長渕剛って感じですよね。だからもうギターとブルースハープとさ、もうこれだけで十分あの2時間聴ける方なんですよね。やりきれるっていう、いや本当にこの次元に来ると歌を聴くってよりもこの方
方の人生を覗き見てる感じがするんですよ。映画見てる感じだ、うん、はい、でそれが意外と私たちにも共通すること多いねんなっていうことが非常になんか多いんですよ、うん、なんかこう聞いててもそうですし、うん、だからこそいやもうなんか直す人もうわーってなる気持ちなんか分かりますもん。なんかこの曲に会った時にはすごい衝撃と思ったんで、最近はちょっと忙しいです、ね、またあの落ち着いたら一回ちょっと長渕さんのこと、ね、俺も行ったことないんだけど、いやでもなんかすごそうじゃないですなんかもうすごそ そうやけど、もう入った時から熱気がもうやばそうや、すごそうって圧倒されんやろなと思うけどな。いやでも弾き語りライブとかいいかもね。やっぱりその原点やもんね、長渕さんのギター一本、うん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 、ブルースハープで歌う感じで、そのギターに小難しいテクニックはいらんしと、ちゃんと弾いたら弾けんねんで、弾けんねんけどやらない、うんうんうん、もう人間臭い泥臭いギターの弾き方もされるから、いやそれは本当に何だろうな、心地いいっていうよりかなんか鼓舞されるんですよね、うん、本当になんかあの弾き語りなのになんかロックみたいやなみたいな感じですよね。あ、まあ、でも長渕さんって長渕ロックやと思うんですよ。いやいや、そうですよね、どっちかと言ったら拳突き上げて早くさみんなって感じでね、そらついていくよねっていう、やっぱりね、ほんで長渕剛さんの動画を出した時のコメントがやっぱりみんな熱い、あそうですよね、やっぱり熱いがゆえに厳しいことも僕ら言われますけど、はい、まあまあ言ったらね、ちょっとこう若輩者でございますのでね、うん、なんかこうちょっと違うなっていうことも言ってたっていうのはあると思うんですけども、うん、51枚目のシングルね、2017年51枚目のシングル、本作のテーマは敗北感となっており、警察官であった長渕の父が昇進試験で不合格となって夫婦喧嘩が起きたこと、また父と共にバイクでツーリングに行った際、宮ヶ浜駅っていうかな、でバイクを止めた父が寂しそうにタバコを吸っていたことなどを想起して、制作されたということね。でアメリカ合衆国に敗戦した日本を照らし合わせるとか、うん、勝者を祝う気持ちより負けた一人の勝ち上がっていこうとする思いは強いという、そのことを今の時代に生きている人たちに感じてほしかったと長渕さんは言っていると。届きましたよ、届きましたね、ええ、届きましたね、届きましたよ、ダンさんドストライク届きました。私は今こういうのないやん、なんか負けたから頑張ってとかじゃなくて、なんか負けたから嫌がらせしようかとかさ、うん、なんか SNS で匿名で嫌なコメント書いたりとかさ、なんかそんなんやん、なんかまともにこう、確かにその戦後の日本ってもうむちゃくちゃやったから、そっからこう頑張ろうっていう、なんやろな、ちょっと日本特有の魂ってあるやん、その例えば災害起きた時とかもなんかみんなで協力してどうにかしようって、うんうん、暴動一切起きなくて、うん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 、協力してみんなでやっていこうぜっていうこの団結と、なんかそういうのがね今非常に薄れてんのんちゃうかなと思いますけどね。結構なんかあの、うん、みんな、ま、個人主義な考えがすごくこ う、そうねこれはな、まあ、各家族感もあるし、昔ってそのご近所さんもみんな知り合いというか、ねうん、近所まで家族みたいな感じだったから、うん、だってもうね、醤油貸してくださいっていう、そういや俺なんかほんまそうやね、醤油貸してくださいとかお酒貸してくださいとか普通にやってたからな、ね、今そんなんしたら不審者扱いされるんで、で普通にちっちゃい頃友達の家遊びに行ったりとかして、ね、なんかな、普通に俺らもそのよそのおばちゃんとかに怒られたりとかして、ね、そんなんもええ思い出ないけどね、うん、そういうのでこうなんかこうみんなが家族やった時代やってんけど、今ってこう全みんなバラバラになって、でしかもその人と人がコンタクトしないようになってきてるから、分断というかね、はあ、なんか今の時代にも非常に響いてほしい歌かなと思いますけどね。響いてほしいです。なんか負けないようにみんなこう行く人が非常に多いじゃないですか、傷つかないようにとか、うんうん、でもやっぱりその傷つくことによって学ぶことも非常に多いです、ね、負けないように行くって、それはね置き換えると逃げやねんな、うんうん、なんで、まあ、なんか体当たりで一回やってみるっていうことの大切さ、うんうん、まあ、なんかあのここにねウィキペディアにも書いてあるんですけど、負けを知って見える世界があるってまさしくそうなんですよ、うん、本当に
井上尚弥もそうなんのかな、勝ち続けてるけど、これ全然関係ない話やけど、いやでもどうなんでしょう、あの方違う次元にいらっしゃる、そんな次元、なんかあの方ちょっと別やもんな、なんかこう戦ってるのがもう自分との戦いっぽいじゃないですか、あの井上尚弥さんっていうのが、うん、勝ち負けでいうとやっぱり僕は格闘技が好きやから思い出してしまいますね、アンディ・フーとかをね、あアンディ・フーはなぜ人気だったの、あの人強くなかったん、結構負けてますよね、結構 KO 負けとか多くて、ね、でそれでもこう這い上がってきて優勝してっていうのがあって、うん、っていうのがあの方の人生やったから人気がすごかったんよ、うん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 、あの格闘家、ヘビー級格闘家として180センチだから小さいね、体ちょっとちっちゃいんですか、うん、だいたい190あるから、うん、ピーター・アーツとかやったら、はい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 、だからでもそれでもこうそういう選手に立ち向かって KO とかされながらも優勝したっていう、その、うんうん、殴られても打ち返すっていうのがアンディ・フーゲとか、それが人気やって、でも本当になんかそういうの好きや、ね、みんな、あのなんかめっちゃ強い人よりもなんか泥臭く、うん、と戦ってる人って戦ってみたいな、まあ、いわゆるなんかの私ロッキーと重ねて見てました、あいや私アンディ・フグ人気やった頃よーテレビ見とったんで、 あの時すごい格闘技が盛んやった時期でもあったんで、わあロッキーみたいな人出てきたなとか思って見てたんですけどね、でもその負けたところから這い上がるっていうのが人間の本質ちゃうかな、本質でそこで一番、実はそこが一番快楽やったりするかもしれないよね、乗り越えるっていうのがね、乗り越えて、乗り越える過程っていうのが一番人間いい時なんじゃないと思うよな、うん、でもそれを経験すると、うん、なんかこう、まあ、負けが怖くなくなるんですよね、うん、足元がねしっかりするんですよ、 それやるとね、人生のね、どんどんなんか負けるとなんかこう足腰しっかりしてくるというか、うん、なんか踏ん張る力も強くなりますし、うん、ただやっぱりその最中ってすごい病むわけじゃないですか、病むけどね、うん、病むんですけど、でも本当にそういう時にこの曲聴くとせや頑張ろうって頑張ろうみたいな本当にこの曲なんかこうそこなんて思うんですけど、一番好きなんです私そこなんやと俺も思って一番好きなんですよ、と思いながら、な私が一番しんどかった時期をこうなんかこう救ってくれた曲でもあるので、なんかこう意外やなっていろんな人に言われるんですけど、この話すると、ね、その映像があれば見てみたいんですけどもね、うん、ちょっとその公式で上がってるやつがないから、うん、ちょっとうちには見れないっていうのはあるんですけどね、はい、またなんかのライブ映像でも探してみようかな、 DVD かなんかのね、いやーすごい気迫でしたよ、この歌唱の映像が、はい、ちょっとじゃあね、公式でちょっと上がってなかったからあれやけど、ね、またちょっと はい、どっかの映像を見てみます、はいはい、ということで、これぐらいして終了したいと思います、はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします、ではでは毎日見てや、ありがとうございます。